Hey, Rich Boggs Mono here. どうも、リチャードです。皆さん、この画面をご覧ください。これ大変なことになってますけど、これ別にバグってるわけではないんですよ。僕らが普段見てる画面は、テレビとかスマホとか、まあ、液晶とか UKL が多いですよね。で、これは電子ペーパーっていう全く違う仕組みの画面なんです。で、これよく Kindle みたいな電子書籍リーダーに使われているやつですね。で、これすごいのが、同じ画面を映している間は電気を全く消費しないところなんですよ。ということで、今日は電子ペーパーの世界最大手の E インクさんの本社にお伺いしています。台湾です。今日はこの電子ペーパーの不思議な仕組みとか、あと便利な使い方とかを一緒に見ていきましょう。 E インクテクノロジーショーケース、 Let's get right in。 電子ペーパーのことを深掘りしていきたいんですけど、まずじゃあなんでこういった電子書籍リーダーに電子ペーパーが採用されているのか。それは主に2つ理由があります。1つは消費電力がすごく少ないことです。もう1つが目に優しいところですね。目が疲れにくい。じゃあなんでそんなに省エネなのか見ていきましょうか。いいデモンストレーションがあるんですよ。ここに液晶の画面と電子ペーパーの画面があります。でここをよく見ると分かるんですけど、消費電力が出てますね。こっちが液晶でこっちが電子ペーパーです。画面が切り替わってないとき、同じ表示をしているときはだいたいもう 0.4W で非常に少ない電力です。でこちらは液晶はもうずっと 33W ぐらい、 34W ぐらい使ってますね。なので80%ぐらい差があるんですよ。で画面を切り替えているときは電子ペーパーも電力を使うのでだいたい 6-7W ぐらい使ってましたね。ということで電子ペーパーは表示を切り替えているときだけ電力を使うけど、切り替えてないとき、同じものを表示しているときは 0W なんですよ。でさっき 0.4W だったじゃんと思うかもしれないですけど、その 0.4W はこの画面自体ではなくて、その画面をコントロールしているチップ、制御盤の使っている電力です。じゃどうやってその反射する光を切り替えているかっていうと、これね面白いんですよ。ちっちゃい粒子を動かしているんです。この中に実は白い粒子と黒い粒子がたくさん詰まっています。でこの白いところは前に白い粒子がたくさん出ている状態ですね。で黒いところは黒い粒子が前に出ている状態です。でその前か後ろかを電圧で切り替えられるんですよ。で白い粒子と黒い粒子をパパパッと入れ替えることでこうやってページがめくるようになってます。面白いですよね。で特徴が2つあるって言ったじゃないですか。1つは消費電力が少ないことで、もう1つは目に優しいところなんですね。目が疲れにくい。とある研究によると、液晶を使っている場合と電子ペーパーを使っている場合で3倍疲れにくさが変わったそうです。っていうぐらいやっぱり反射光を使っていると目が疲れにくいんだそうです。やっぱりスマホ見てるのと紙読んでるのとやっぱちょっと目の使い具合が違うと思うんですけど、それは紙のような感じでデジタルの表示ができるっていうのがこれのメリットですね。白黒の仕組みは分かったと思います。じゃあこういうフルカラー一体どうやってるんだろうと思って聞いてみたんですよ。そしたら2つやり方があるっていうことが分かりました。1つはカラーフィルターっていうものを使うやつですね。液晶と同じで白黒の上に赤緑青のフィルターをつけるんですよ。その色の組み合わせで色を変えられるんですね。まあ液晶と同じです。それは1つ目の仕組み。2つ目の仕組みはもうカラーフィルター使わないで粒子を4色用意するんですよ。するとこの一個一個の画素の中で、まあ、4つの白青赤黄色かな、それを場所を非常に複雑な電圧の切り替え方で場所を自由に切り替えられるんですね。もしくは混ぜたりとかできちゃうそうです。それを使ってフルカラーの表示ができると。で粒子を使ったやつだとこうやって色がすごく鮮やかになるっていうメリットがあるんですけど、ちょっと表示切り替えに時間かかる。一方こちらは、結構早い切り替えできますし、耐熱性もあるということで外でも使えるそうですっていう、まあ、使い分けの感じです。でもう一個面白いのがこれプリズムっていう画面ですね。プリズムっていうやつは白と赤とか白と青とかっていう2つの粒子を入れ替えてやるやつです。でもここは画素、ピクセルがなくて画面全体が切り替わるやつなんですね。だから非常に色鮮やかで画素感がない滑らかな表示ができるんですよ。でこれをもうピッピッピッってハサミとかで切って自分の好きな形に整えて電極つければいろんなものを色変えられるっていう。使ってたのが2023年の CES で発表された BMW の色が変わる車です。面白かったですね。ということでおおむね電子ペーパーは粒子の動きで表示を切り替えて、で切り替えた後は同じものを映している限りは電力を使わない非常にエコな消費電力の少ない画面です。でそのおかげで、反射光を使っているので目にも優しい、そういうのが仕組みの大まかなところですね。じゃあ
電子ペーパー何に使えるのか、まあ有名なところで言うとこういう電子書籍リーダーですね。まあ、目に優しいというのもありますし、電池持ちがいいし、コンパクトにできて軽いで、さらにまあ、いろんな書籍を積んでパッパッパッと読んでいけるので、リーダーとして非常に優れているっていうのがいろんな会社から出てますね。バッとで次にe インクさん一番売れてるらしいのがこれなんですよ。 ESL っていう電子値札で、これのメリットはやはり、例えば値札紙のやつだったらこう一回貼った後値段変わるたびに変えていかなきゃいけないじゃないですか。でもこれは Wi-Fi 経由でパッと一斉に値札変えられちゃうんですよ。例えば、まあ、5時からセールだってなったら自動的にバッと全部 30% 引きにしたりとかできますし、まあ、雨の日はちょっと安くしますよっていうやつだったらパッとやってくれる。もしくはもっと先進的なところだったら、もう AI が自動的に価格を最適化していって、勝手にどんどん売れるようにさばいてくれるかもしれないみたいなことで、まあ、人件費削減にもできますし、IT、まあ、DX もつなげられると。でこれ結構技術革新が起きていて、初代はだいたい電池5年ぐらい持ったっていう話だったんですけど、最近はもっと省エネになって10年持つやつも出てきたそうです。めっちゃ持つ。でも10年経ったらさすがに新しい世代のやつ使いたいだろうっていうことだと思いますけど、まあだいぶ進歩してますね。元はなんか多分白黒だけだったのが、最近はもうちょっとカラーも出てきてますし、非常に魅力的で、お次がポスターみたいな使い方ですね。まあ、街中とか駅中とかこういう広告多いと思います。それを電子ペーパーにすることで非常に省エネにできてしまうと。でかつアップデートも簡単で、サイネージ的な使い方だっていうと、こういうタクシーこちらですよとか街中の表示、まあ、多言語対応できたりとか、あと色変えたりとかできちゃうので、例えばこのパーキング駐車場の1区画を朝はこっち使いますけども、午後はこっち使いますみたいな風に、それを省エネにできる。でもデジタルだから買いやすいみたいな。あとは最近台北でよく見かけるのこれです。バス停、バス停のこのサインなんですけど、こういうバス停って便利なんですよ。例えばルートを見たいですってなったら、まあ、508番こんなルートですっていうのを見れるじゃないですか。でこういうのを液晶でやったらすごい電力かかるんですね。なのでこのユニットに電気を通すために地面を掘って電線通さなきゃいけないんですよ。もしくはなんか電柱つけたりとか。でもこれは消費電力がすごい少ないので、ソーラーと内蔵の電池だけでできちゃうんですね。だから施工費が非常に安く済むのと、もうバス停がボン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 つけやすいというメリットがあります。なのに操作できるっていう、まあ、いいとこ取りですね。でリアルタイムで情報を更新できるので、バスがあと何分で来ますとかっていうのも表示できます。あとは消費電力少なく色を変えられるので、まあ、さっきの BMW の例があったじゃないですか。車の表面の色を変えましょうとか、あれの1個のメリットが、夏すごく暑くなると思うんですよ、黒い車って。で逆に冬白い車ってすごい寒いと思うんですよ。そこをもし夏は白くして冬は黒くするっていうオプションがあったらやりたいじゃないですか。それ電子ペーパーだったらいずれはできるはずなんですね。耐久性が上がったり承認が下りたりで、もしそれができたら多分家の壁としても優秀なんですよ。例えば夏白くして冬黒くすれば断熱も放熱もできるっていうことで、非常に応用範囲が広いです。あとはまあ目に優しいということで病院で使われているというケースもありますね。これが患者さんのベッドの上の方にあって、こうタッチできるんですよ。こういう感じでどこですかって表示したりで、これ液晶でやったら電気すごい食いますし、夜寝たいのに明るいみたいなことが起きちゃうんですけど、これは目が疲れないしエコ、まあ、いろんな使い方がありますね。ということで e インクさん、将来的にはあらゆる表面を電子ペーパーに変えていきたいっていうふうに言ってます。それができると、なんかスマートシティっていうコンセプトあるじゃないですか。街中がどんどん IoT とかでスマートになっていったりとか、それを液晶とか有機 l でやっちゃうと電力がすごいけど、電子ペーパーでできれば消費電力少なくデジタル化できるということで、いろんな表面を電子ペーパーで埋め尽くそうじゃないのっていうビジョンがあるそうです。まあ僕もあれですね、ここに来てすごくよく分かったのが、割となんか物理的なポスターと電子ペーパーの見分けがつかないことなんですよ。ここいろんなその e インクさんが売ってるものが置いてあるんですね。 e インクさんこういうフィルムは作るけど製品は作らないんですよ。でこれも
何の製品ですかって聞いたら、これはポスターですよって言われて、気づかないんですよね、この差を。非常にナチュラルに街に溶け込んでくれるデジタルな画面っていう意味で、いや、電子ペーパー非常に有用だと思います。だからこれをどう使いこなすかは僕たち次第ですね。他にもちょっといろんな使い方があるらしくて、例えばこの非常にフレキシブルだっていうことで、ウェアラブル製品にも使えます。すごい、これですね。え、紙じゃないんですよ。だこれ電気通せば表示変えられるけど、まあ、電気通ってなくてもこの表示は保てるので、このまま置いておけるっていうことですね。だからハリーポッターにある動く新聞とか絵画とか、はい、電子ペーパーでできると思います。時計にも非常にいいそうです。これフォッシルさんのやつなんですけど、まあ、見た目普通のビジネスウォッチなんだけど、こういうスマート機能も使える、通知が見れたりとか、あと、まあ、これ本当にニッチな使い方ですけど、超絶ミニマル携帯としても使えます。電話すること以外のデバイス必要ない人、だからスマホ持っちゃうとアプリで時間潰しちゃう人はこれがいいかもねっていう提案ですね。まあ、来年新本社ができるらしいんですけど、こういう感じの社員証を作ったりとかもできます。かっこいい。だからゲストカードもその人の顔写真毎回プリントして貼るんじゃなくて、もうこれでピッて変えちゃえばいい。これなんですか？これ箱なんですよ。よくネット通販使うじゃないですか。でもう大量の段ボールが家に残ったりとかすると思うんですけど、それちょっともったいないなっていうところで、こういう統一された形のものに入れて運べばいいじゃないと。でそしたらこれを次の配達の時に回収してくれたりとか、で使い回してっていうのをやっていけばエコになるんじゃないか。でその時に毎回その送り先の宛名毎回プリントしてパッパッパッと貼ってたら汚くなっちゃうので、電子ペーパーやりましょうっていうのが一個のアイデアですね。で物流ってすごい進化した瞬間があって、コンテナあるじゃないですか、あれを採用した時らしいんですよ。要はコンテナの前は毎回なんか違う形の箱とかを船に何とかして積んでたんですけど、コンテナになったことによってもうコンテナを積み上げていけばいいっていう、非常にシンプルだったんですね。それでもう物流がすごく安くなったらしいんですけど、これをまあラストワンマイル、配達集積所から家までをこれで統一できれば、トラックの中もコンテナと同じような革命が起きるかもしれないなと感じました。まあ、ただこれが実際エコかどうか、段ボールがエコじゃないかっていうのはまたちょっと別の話なので、そこはちょっと慎重に検討したいところですね。このぐらいのサイズの電子ペーパーでカレンダーが欲しいんですよ。まあ、毎年壁にかけるカレンダー買うのなんかめんどくさいし、捨てるのもめんどくさいし、エコじゃないなと思うんですよ。これだったら毎年買い替えずに済みますし、なんだったらスマホの Google カレンダーとか Apple カレンダーとことシンクロさせることができる。さらにこの上の部分だけフォトフレームにしてポスター代わりにも使えたり、あとはそのなんだろうな、今日の予定読み取って、その予定 の行き先の天気を表示してくれたりとか、ルートを表示したりとか、何時出発しますよっていうのを書いておいてくれたら非常に便利だと思うんですよ。誰か一緒にやりませんかっていうことで、はい、もうこれ以上ないもんね。もう本当にね、本当にポテンシャルすごいんですよ。何にでもなんか、まあ、もう全てに電子ペーパーをっていうわけではないと思いますよ。ただ電子ペーパーが使われうるケースがまだまだ世の中にはたくさんあると思うんですね。だからそこのちょっとポテンシャルを感じたので、ぜひ同じく感じた人はご検討ください。以上 e-ink さんからでした。すいや。